俺らにできることは、そういうのを反対してる政治家に投票するとか、声を上げる。こうやって声を上げることしかないんだけども、それでも通ってしまうと思う。おそらくね、数の暴力で。じゃあどうするかっていうことなんだけれども、実はね、えー、自然農法を普及しているところが、まあ二つかな、あって。まず一つ、MOA っていうところ、MOA 自然農法の MOA 文化事業団が、えー、静岡の伊豆の国市にある大室農場で、えー、育種してたのね、まあ、名前までは知らないんだけど確か今年からその種田が苗をね、あのー、販売するのね自然農法無肥料無農薬に適した、えー、と品種確か亀の王っていうお米お米ねお米亀の王っていうお米と朝日だったかなそれから掛け合わせて10年ぐらいかけてやった 無肥料無農薬に適したお米を販売します。ね種をね。ま,あ、まだちっちゃいと思うんだけども、これはね、あのー、理事長に聞きました。まあ、あんまり理事長いるのよ、m o のね。これは、種取りしてもいいんですかって言ったら、うん、いいよって理。理事長が言ったんだからいいんだよ。ね。もしそれでダメだったら、俺理事長を通して文句言うから。からそういうのと、あと長野県の、うーんーとな、ちめ合わせんだけども、 えとちょっと名前も怪しいんだけど、自然農法国際開発研究センターだったかな。<laughs> そこでも、あの、有機の種、自然農法の種を販売しています。これ、種取り OK だったと思います。確認しなきゃだめです。俺、確認してないから、ちょっと確認しなきゃだめなんだけれども、そういう種っていうのはあるんですよね。あと、滝でも、あの、うんと、有機の種っていうものをやってるんで、もしかすると、まあ、これも確認しなきゃだめなんだけれども、 種取り OK かもしれないでそういう風なところを選んで種をそこから買ってそれを自家,増自家増殖 OK なところを購入してそれを使って自家増殖していくっていう道が一つあるね。であとはまあ本当にこ,のこうやって動画みたいに上げてね食い、えー、反対だとかいうことを言っていかなきゃダメだよね。 要するに法律的な話っていうことになると、まあ、この知的財産権も著作権みたいに何年で効力が切れるとかしたり、あとは自家増殖してもいいか悪いかっていうことを育成者の方でちゃんと、なんだろう、意思表示して、それを販売するときに自家採取、自家増殖 OK 不可とかさ、そういうことを明記すると。で、それを見て我々、 必ず明記ね。必ず。で、それを見て我々が、あ、こさ、自家増殖 OK だな、じゃあ買おう。自家増殖ダメなのか、じゃあ違うのにしようっていう選べる状況を作ってほしいよね。それに、古い品種は OK とかさ、そういう風にしなきゃやっぱりダメだよね。やはりそういう農業の多様性っていうものを確保してこそ、未来ある農業っていうのができるんで、遺伝子の 多多様様性、性遺伝子の多様性なのなね。これが遺伝子一つになってしまうとやはり困るよね例えば人間の遺伝子だって今コロナ流行ってるけれどもコロナに強い人もいるけれども弱い人もいるはずなんだよねだから必ず何パーセントかとかは生き残るわけでただ、あのー、対策なんもしないで治療薬なかったとしても何パーセントの人は生き残るしで たとえ90何セーーンでも本当に数パーセンター生き残るっていうふうにそれが多様性なのねだからそれと同じでさ種も遺伝子をねたくさん持っておくことこれ大事なのねだからほら外国で種をねあの保存しておく場所ってもある,あるのはそういうことだし今栽培してるものが全部ダメな場合もあれば昔々のそういう保存した種やったらあこれ 今の流行っている病気とかにも耐える種だったっていうこともあるかもしれないんで、そういう多様性を壊すような、えー、種,苗法を改種苗法改正がはやはり反対。で、最後、やっぱこういうことはやっぱり声に出して動画にするとか SNS で拡散する。まあ、この YouTube も SNS だからね、俺もこうやって拡散してるようなもんだから、すること、声を上げて政治家に届ける。 もし自民党の支持者の人がいて、その講演会に入ってるんだったら、その政治家先生に会った時、ちゃんと話をして、通してください。俺、講演会も入ってないんで、そういうこともする機会もないんだけれども、そして、今、今、直近でできることって言えば、そういう自家採取可能な、えー、MOA 自然農法文化事業団の種、えー、自然農法国際開発研究センターとか、滝の あの、有機の種。まあ、この辺はちょっとこう、確認しなきゃダメだけども、確認して、問い合わせでは多分教えてくれるんで、自家増殖してもいいんですかとか、特に最初の二つね、自然農法の方は聞けばすぐ答えてくれると思うんで、滝井さんはちょっとわからないけれども、うん、そういうことを確認して、そういう種を選ぶっていうアクションを起こして、で、我々でそういう種を残していきましょうと。声を上げることと行動。 そして、それを理解してもらうために SNS を活用したりしていくということ。これを続けていけばいいと思います。とりあえず、今の自民党が通していいような話ではないです。今回の話は。とりあえず、なんとか止めたいけれども、まあ止まらないと思うから、そうやって残してもいいものをみんなで育てて守っていきましょう。